こんにちは、エレマントサイクルです。タイトルにある通り、サイクリングのルートの決め方、僕今までいろんな、サイクリングのルートを、考えてきてて、しまなみ海道、飛島海道、あと周防大島とか、コーヒーライドとか、ピクニックライドとか、いろんな、過去にいろんなライドを、企画したとか考えてやってきたんですけど、注意することが1個だけあって、みんなの平均はいるっていうやつです。それで今度4月の9日に江田島を、走るサイクリングを、企画します。やるんですけど、そこもね、面白いことがね、結構起きそうなんで、もし来れそうな人は公式 LINE にお問い合わせをお待ちします。で、今回の江田島のルートはちょっとね、面白いルートを設定して、こういう感じです。まずは三鷹港、広島港を、7時30分に出発して、8時ぐらいに、三鷹港着です。それからこの、ローソンの横の方に、キャンプ場、海水浴場があるみたいなね、そこに、江田島のロールケーキのおばさんがどうやら来てくれるみたいなんで、そこで、コーヒーかコーラかいただけるかもしれないんで、もし参加する人は、勝手に来るとね、ちょっとこっちもね、うわ、来たってお互いになっちゃうんで、できれば公式 LINE にお問い合わせください。行きたいですとかね。今回の、コースは、前半と後半こうビョーンって出てますけど、標高70メートルぐらいまで登るから結構きついけど、ほとんど平坦なので、です。で、服装は、サイクルジャージよりは、カジュアルなジャージじゃなくて、服装、こういう、スウェットとか、薄手のウィンドブレーカーとか、多分ね、短パンだとちょっと寒いかもしれませんね。平均、当日が一応晴れですけど、最高気温18度、最低気温6度なんで、多分午前中めちゃくちゃ寒いと思う。ジーパンでもいいんじゃないかな。で、今回久しぶりのちょっとね、フェリー乗ったライドになるんですっごい楽しみです。またいい動画が、フェリーでハプニングが起きるかもしれないね、これね。これ撮ろうと思います。あ、Amazon なんですけはど、い。ここって101一文字、はいです。あ、はい。はい。間違いはないい。ですか。はい。あ、僕あでりがす。とうはい、ございおはようます。ございます。Amazon から荷物届きました。3回の0円ね。で、瀬戸内海のフェリー乗るときに、サイクルズパスっていう、この人が乗ってる、パスをね、持っとけば、自転車の代金が無料になるので、それちょっと面倒くさい人はね、もう僕はね、面倒くさいから、もうお金払いたいんですけど、それもらいに行くのがもう手間だから、僕の場合ね。でもあった方がいいと思います。で、僕が今までサイクリング、今度5月の4日に、サイクリング、しまなみ海道あるんですけど、今回ちょっとレベル高くて、ロングコースとショートコースを設置してます。で、僕がサイクリングで、気をつけてることは、なるべくそのいろんな人が来るから、話す場所を作りたいなと思って、話す時間とか場所とか。だから、結論を言うと、場所はね、どこでもいいんですよ。その辺の公園でもいいし。でも、せっかくみんなが集まってサイクリングするんだったら、ちょっと景色が良くて、見栄えが良くて、インスタグラム撮って、後で思い出残るような、やっぱりサイクリングにしたいなって、ずっと今まで思って企画してるんで。で、今回はしまなみ海道行きますけど、サイクリストの聖地ってところで、ちょっとね、多めに休憩をしたりとか。ね。多めに休憩して、ロングコース、ショートコースがあるので、そのね、またお昼休憩一緒になって、午後にも一緒になるっていうコースを組んでます。やっぱりね、それぞれやっぱペースが違うから、よく聞かれるのが、登りあるんですか?とか言われるんですけど、いや、それはね、地球だから登りはあるんですよ。地球だから、ここは。あと、ペース早いですか?とか、そういうのがあるんで、でも、なるべくそういう質問が来ないように、僕は一応ルートを設計したりしてます。組み立てしたりしてます。ということで、話まとめると、だからサイクリングどうやってルートを設計するかっていうと、そのみんなのペースの平均に合わせるのと、あと、場所はどこでもいいけど、やっぱりその話す時間が長い場所を取るっていうのが、僕が気をつけてることです。で、もし今後多分新入歓迎会とかで、ちょっとお前サイクリングルート考えてくれやって多分ね、言われると思うんですけど、場所はね、どこでもいいんで、とりあえず、江田島とか、二の島とか、困った時には、飛島街道を利用すればいいと思います。
しまなみ海道のちょっとレベルが高いっていうか距離が遠いんで、しまなみ海道行くんだったらやっぱり年に1回とか2回ぐらいのちょっとビッグイベントにした方がいいと思います、はい、以上。5月4日もサイクリングちょっとね、しまなみ企画してるんで、できれば県外の人、まあ、特にあのオールシティとかパナソニックとかの人がいっぱい来てくれればいいなと思います。じゃあ終わります。